配信に関しては実績残してるから、人よりも長くやってるし、結構人に話せることは多いと思うんだよ。だからその辺を語っていこうかなと思ってて。お、みくろさんはコツ、とみちゃんはコツ、こんにちは。そこをね、ちょっと語っていこうかなと思います。何でもね、質問していただけたら全然答えていくんで、質問とかぜひぜひお待ちしてますよ。ある程度のことはね、語れると思うよ。アングルね、正面からの方がいいっていうリクエストが多くて、正面からが見やすいらしいね。アングルカメラだって外付けウェブカメラだから、好きなところに置けば好きなところに変えられるよ。カメラは自由自在。アングルは変えられますせ。ぴったし感覚なんだよな。配信で有名になる方法はズバリ、いろんな要素があるんだよ。本当にいろんな要素があって、一言では本当に語り尽くせないって言っちゃったらあれかもしれないけど、長くなるんだけど、簡単に言うとね、キャリアの長さっていうのが一番重要だなっていうふうに俺は感じてる。長くやればやるほど先行者利益っていうんだけどね、有利なんですよ。だから実はみんなね、喋らないとダメだとか思ってる人がすごく多いんだけど、そんなことないですよ。喋らなくても全然、喋りが下手でも何でもね、有名になるコツあるんですよ。だから今ね、伝説って言われてる配信者のほとんどの人が喋り上手い人ではないですよ。やっぱりみんなそこ勘違いしちゃうんだよね。喋り上手くないと俺もできないんだみたいな。コンテンツを持ってるかっていうのはすごく大事だけどね。自分のコンテンツを持ってれば、音楽活動も長ければ長いほど、長ければ長かったら売れるってわけじゃないんだけど、長さが一番有利に働くっていう感覚かな。長さが一番ね、重要なの。キャリアがない人はね、やっぱダメですね。たまにいるんだけどね、キャリアがなくてズバーンっていくんだけど、ズバーンっていくのはまた別のノウハウなんだよ。みんな一発当てよう一発当てようとして埋もれていく人いっぱいいるでしょ。で、一発当てて大手になった人っていうのは、もともと才能があったりとか、喋る技術とか、そういうものを持ってて一発当たっただけなんですよ。で、意外とね、一発屋だと思ってる人ってキャリア長いんだよ。ちょっと待ってて。ジュース取ってきます。飲み物取ってくる。ジュースっていうかお茶だね。あ、コーヒーは買ってきたのか。コーヒーあるんだ。
ふわっちで人気の配信者は全員ニコ生出身なのが非常に寂しいと日々感じております。あのね、それはね、答え出ててリスナーの目が一番超えてるのがニコ生だからだよ。鍛えられてんのね。俺はふわっちのリスナーさんのノリを否定してるんじゃなくて、俺は大好きなんだけど、やっぱりね、あのずっと昔から見てる人が多いから、ニコ生の人はあそこで一発当てるのって難しいんだよ。だからニコ生で下積みしてた人は配信のノウハウっていうのが分かってるから結果を作りやすいんだよね。実績を生みやすいって。ただそれだけだよ。だから自分に生主としての力をつけたい場合は、あのなんつうの、ニコ生でね活動するのは俺はありな選択だと思ってるよ。はい、ワード2、ハッチいらっしゃい。仕事終わりかい。経験が物を言う。経験がね、物を言うとはまた別なんだよ。それってさ、キャリアってさ、自分にノウハウが蓄積されてくって意味だと思うけど、あの、そうじゃないんだよ。インターネットの世界って、閲覧が多ければ多いほどとか、コメントが多ければ多いほど、上の方に表示されるでしょ。だから、例えばなんだけど、面白さが100。面白さが100の人が2人並んでました。ただ3年前からやってる面白さ100のやつでリスナーがもう100人固定でついてる人と、面白さ同じくらい面白いのに閲覧ゼロの人、みんな閲覧ゼロから始まるから、そしたら新規の人がどっちに流れる確率が高いかっていう問題なのね。だからそれは自分の実力が50と50で比べてもそうなんだけど、インターネットの特性なんだよ。だからキャリアが積まれるっていうよりは新規のリスナーがどっちに流れるのかっていう問題だと思う。まさとさんいらっしゃい。おちびさんはどつ。ケピー、そういう問題で、よくね、大手になりたいっていう、アドバイス聞きたいっていう人多いんだけど、俺がよく言うのは、あの大手には大手を目指すんじゃなくて他人と比べないことが一番大事だよっていうのはよく言ってる。鉄馬さんいらっしゃい。サイさんいらっしゃい。アワさん KP、他人と比べたらダメ、終わり。なんでかっていうと、あのこれはその配信に限ったことではないんだけど、他人と比べても意味がないんだよ。パフェありがとう。ハッチパフェありがとう KP。なんでかっていうと、もともと持ってる素材とか、なんて言うんだろうな、その持ってる才能とかが別なわけじゃん。だからさ、なんつうの、他人と比べて面白さを競っても全く意味がなくて、でリスナーっていうのは回ってるわけなんですよ。いろんなところ、あれも見ればこれも見るっていうのがリスナーさんの特性だから、実は和道リスナーとか誰々リスナーっていうのは存在しないのね。その枠に来たら自分のリスナーだっていう考えを持たないとダメだと思う。鼻ね、今日ちょっとあれなんですよ、あの鼻炎が出てて鼻がずっとムズムズしてて、鼻噛みまくってたらね切れちゃったんですよ。そう、だから来た人をどれだけもてなせるかっていう、それが一番大事だと思う。アツシさんいらっしゃい。最初はグーさん風船ありがとう。アツシさんバーガーありがとう。ソセマンさんバーガーありがとう。ここに気づけるかどうかだよね。みんな最初から金梅さんになろうとしすぎなんだよ。うなちゃんマンとか。でもあの人たちは自分のファンをゆっくりゆっくり獲得していったから強いの。いきなりああいう風にはなれないよっていう。だからさ、一発当てた後干されてさ、面白くなくて閲覧取れない生主なんて腐るほどいるじゃん。もう思い当たるでしょ。あいつ有名で一気にバーンってね、アクティブ500とかに1000とかになったけど、1週間後にはもう廃れてるなとかいう生主いっぱいいるじゃん。逆にそれをバネにして増えた人もいるけど、着実に伸ばしていくのが一番いいよ。ファンをリスナーに、リスナーをファンに変える作業が必要な、花粉症ではないんだよね。実はね、花粉症だと思ってる人多いんだけど、俺も花粉症持ってると思ったけど、アレルギー検査やったらスギ花粉とか全くなかったんだよ。そうそう、鼻炎の季節。そう、鼻炎なんです。あれ、もうなくなった。お、オイルが切れた。オイルなくなったかも。そう、
ちなみにこの中で配信で有名になりたいって思ってる人いる？私配信で有名になりたいとか、配信で食っていきたいなって実は思ってるんだっていう人。あ、切れた。空っぽだ。オイルがなくなった。買わないと。コツコツじゃなくてね、あの努力する場所を間違えてるっていうのがいっぱい思う。あ、この人努力する、ま、この若手は努力する場所間違えてるなっていう人で、閲覧が多い時ほど人格が出ちゃうから、その時にね、やっぱりヘマしてリスナーさん失うっていうのが一番怖いっていうことを分かんないんだよね。だから敵を多く作っちゃうだけで、リスナーを増やすんじゃなくてファンを増やすんだよっていうことはよく言ってる。例えば閲覧がすごいたくさんいるのに、明らかにフォロワーの数が少ないって問題あると思わない？問題あるでしょ。で、その閲覧をいくら増やしても意味ないんだよ。意味ないとまでは言わないけど、あのそれじゃ食っていくことはできないよね。だってファンがいないっていうことはアイテムくれる人がいないんだもん。閲覧を伸ばすんだったら別に誰でもできるから、正直誰でもできる。俺はね、3年と8ヶ月かな。ね、違うな。ちょっと待って。3年と7月11だから、あと4ヶ月だから。3年と8ヶ月で合ってるわ。3年と8ヶ月、俺は。マキちゃんいらっしゃい。だからある程度キャリア積んできたから、あのこれから生主始める人とか結果が出ない人とかには結構いい話になると思うよ、うん、新しいフォロワーさん紹介します。さえちゃん、信用の売りさん、かわいそっさん、けいごさん、しまさん、抹茶さん、あちょうさん、お天道さん、どれの深夜食堂さん、仏さん、琴音さん、悲痛なショッカーさん、長藤さん、ポンセさん、マキちゃん、紙一重さん、フォローありがとう。でね、ニコ生と違って面白いのは、最近の放送の傾向なんだけど、コメント数が必要ない。ニコ生であの上に行きたかったらコメント数を上げていかないといけないんだけど、ふわっちとかツイキャスはね、コメント数の数、コメントを気にしなくてもいいから、どちらかっていうと見てる人に面白いコンテンツを提供できれば、あの人はとどまってくれるから、どん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 上に行けるよ。だからね、コメントないのに焦らなくていいよ。ニコ生出身の配信者はね、コメントないのに焦りすぎなんだよ。本来はもっとラジオ語りみたいな感じでまったり語るだけでいいと思うよ。俺は聞く人がいるんだったらね、うん、で聞かない、あの最初はみんな過疎から始まるわけだから、過疎の時にどれだけ喋るかだね。で過疎で喋れなかったら向いてない。要はね、誰も聞いてないのに自分語りをできるかどうかなの。マキちゃん、花火ありがとう。ありがとう。どれだけそのなんていうのかな、あのアピールできるかって言ったらいいのかな、うん、2ヶ月と14日、うん、でだん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 分かってくるから、あ、こういう時はこうしたらいいんだ、こういう時はああしたらいいんだっていうのがだん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 分かってくるよ。最初は分からなくて全然いいと思う。あとね、大会の試合の順番変わったんだよ。俺ね、あのドレさんと試合入れ替わったわ。ドレさんが第4試合やるんだって。俺第2試合になった、うん、ちょっとやりづらいなと思ってるんだけど、第4試合めちゃめちゃいいじゃんと思ってたから、うん、早めの時ってなんか緊張するよね。ちょっとやりづらいですね。体温まってゆっくりほぐしてからやりたいなと思ってたから。アンチリスナーにはどう対応すればいいの？俺はあの今まではずっとその泳がしてたっていうか、ブロック入れなかったんだけど、あのふわっちに来てからはブロックをすぐ入れるようになった。でずっとね、それは勘違いをしてて、
閲覧を増やそう、閲覧を増やそうっていうのが目的になってたの。閲覧を増やしたらリスナーとかフォロワーが増えると思ってたのよ。これはずっと思ってて、だから我慢をしてたのね。でも我慢したりイライラしたりすると楽しくないわけですよ、自分が放送が。だから減らったりとかするんだけど、俺はふわっち来てから速攻ブロック入れるようになった。で、それはね、ずっと3年間研究してたんだけど、もう俺の奥義だよ、結論でもいい。3年間やった。あのね、結局傾向を見てみたら、アンチリスナーって叩くだけ叩いてフォローもしない、アイテムもしない、で、良質なリスナーさんが嫌な思いするって言って、いいことが一つもないのよ。で、我が物顔で俺らのおかげで閲覧伸びてるんだぞっていう風なことを言うわけじゃん。でも冷静に考えると、いいことが一つもなかったのね。だから俺はもう選ぼうっていう、もうそろそろ選んでいい立場だっていう風に思ったから、あの、気の合ういいリスナーさんだけを集めて、それでやってこうって決めてから、すごい放送が良くなった。すごいやりやすくなった。だからそれはね、人によってスタイルがいろいろあるから、別にアンチは即ブロックしなって言ってるわけじゃなくて、自分と向き合うことだね。自分がどういう配信者で、どういうリスナーさんを求めてるのかっていうのと、毎日毎日向き合った方がいいと思う。でもその結論に出るまで相当勇気があったよ。だって俺、ニコ生時代はアンチリスナーが9割だったから。そう、大会楽しみだね、カブニーとワカツ。だからね、アンチリスナーにはどう対応すればいいのかっていうのは、それこそ毎日毎日自分と向き合った方がいいと思う。俺はそのアンチコメントが出ないような雰囲気作りとか、あと即ブロックとか、いろんなそのテクニックを使ってますね、うん、要はコメントさせない雰囲気を作るっていう。例えばね、キャッキャキャッキャしてる放送ってアンチが湧きづらいんだよ。で、アンチコメント一発目が入るとアンチが湧いてくるの、どんどん重なるの。要は俺も打っていいんだっていう空気になるから、うん、そう、いいリスナーさんを逃すっていうことが俺は一番怖いから、長く付き合ってくれて、長く見てく、要はね、ヒット商品を作りたいんじゃなくて、ロングセラー商品を作りたいの。和道っていう商品をヒット商品、要は一発でパーンって売れて逃げ切る商品じゃなくて、長い目で見てもらって長く愛される商品に変えたいと思ってるからさ、うん。ドンシュキシュキさんいらっしゃい、ワドツ。そこはね、いろんなやり方があるから、自分のスタイルを向き合っていくのが一番いいと思う。何が正解とかないから。マサトさんいらっしゃい、フォローありがとう。で、極端な話、俺は過疎でもいいと思ってるの。過疎でも全然 OK だと思ってる、配信に限って言えば。ただ食ってきたいとか有名になりたいだったら別だなとは思ってるけど、うん、まあこれから配信、有名になりたいっていう人には勉強になるかもしれないね。真面目に3年間取り組んできたわけだから、毎日毎日。しかもその考え、暇つぶしでやってるわけじゃなくて、これで飯食ってプロになりたいと思ってやってきたわけだから、そう、これはあの結果を出してるからちゃんと語れると思うよ、うん、はい、ワード2、耐震補強さんいらっしゃい。初見さんいらっしゃい、コロマルさん。もし面白かったらフォローしてってください。ワードです。配信始めて3年と8ヶ月で、なんかこう配信のノウハウとかを今みんなで話し合ってたところです。あとはやっぱりコミュニケーションだから、あの、どうやったら相手が喜ぶかとかさ、どういう話をしてたら自分が楽しいかっていうのを徹底的に向き合うだけだよね、本当に。やっぱりね、楽しいところには勝てないから、楽しかったら次絶対来てくれるから、つまらなかったらもう二度と来ないから、うん、だからカメラが回ったらずっと面白くなる、最低でも自分が楽しかったっていうのを作らないと俺はダメだと思ってる。自分が楽しまないとリスナーさん絶対楽しめないから、うん、ライカさん、ライラさんか、ライラさん、どうもこんにちは、楽しんでってください。
とにかく楽しむっていう、初見さんいらっしゃい、はじめまーんさんいらっしゃい、楽しんでってください。面白かったらフォローしてってください。ワドです。おバレニオいらっしゃい。ロビン軍団って結構いるんだね。なんかアットロビン軍団っていうのをよく見るけど、これはロビンソンの囲いってこと？ロビンソンさんのリスナーってことなのかな。前に和道さんの言ってた通り、追って配信者が次々と流れてきましたね。言った通りでしょ、俺は結構その会社経営とかやってたから、そういうなんか分析したりとか、その長い目で見るっていうのは得意な方なんですよ。でよっさんも予言通り3ヶ月以内、もっと早かったね、あれから1ヶ月ぐらいできたから。で俺はもうこれでふわっちはもう盤石の体制ができたと思ってるから。ただこれからね、ニコ生が面白い動きを始めると思うよ。もうニコ生が大手かかってる状態だから、ゴテゴテだから、そろそろね、配信者に減り下り始めると思う。みーすけさんこんにちは。今日初の4時間完走しました。ラジオ放送だったけど楽しかった。おーおめでとう。4時間大変でしょう、喋るの。俺はもう4時間配信するのは全然苦じゃね、苦痛もないし疲れないけど、初めてね4時間完走するのはね結構大変だよ。ニコ生だとね完走は6時間なんだけど、2時間長いのね。初めて6時間枠やった時疲れたもんな。特に俺の場合だと言葉の数が5倍ぐらい多いんだよ、人の配信よりも。囲いとリスナーの違いは何でしょうか。俺はね、リスナーっていうのはまあ見てる人全員がリスナーだと思ってるんだけど、実は囲いも作るのが嫌いなんですよ。囲いとアンチは一緒だから。あのね、気持ちが強い、アイドルのこう会場をイメージしてもらいたいんだけど、アイドルで例えばスマップで、スマップにジャニーズのファンがいるじゃん。で普通のファンはちゃんと並んで挨拶をして、でグッズを買っていってコンサート楽しんで帰る人なんですよ。これがリスナーだよね。これがファンだよ、普通のリスナーで。囲いっていうのは実はいいことみたいに言われてるけど、あれは囲い込みから来てるんですよ。ジャニーズとかでも、アイドルとかにも囲いって用語があって、囲い込みから来てるのね。あれは熱狂的なファンのことを指すんだけど、普通のファンからしたら迷惑でしょ。例えばわーってなって道路を封鎖しちゃったりとか、誰々くんこっち来てとか、なんで私の方を見てくれないのって。要はアンチと囲いってすごく気持ちが強いんですよ。その気持ちがマイナスに働くかプラスに働くかだけなので、囲い込みっていうのは好きな人の、好きな配信者とかの自分の思い通りになってほしいから囲い込むんですよ。だから俺は実は囲いの人は嫌いなの。なんでかっていうと、普通のリスナーさんに迷惑をかける存在だし、何よりも囲いの人って自分の思い通りにならなかったらすぐ手のひら返してアンチになるの。だからね、囲いに泳がされてる配信者って絶対うまくいかない。そうじゃなくて見守ってくれて、普通のファンの人ってどうかっていうと、嫌いなところも好きなところもあるよねって普通の良識ある判断なのでしょ。人間なんだからいいところも悪いところもあるよねって、ただその両方を含めて俺好きなんだよねっていう人がファンなんですよ。だから囲いっていうのは盲信的だったら、この人はこういう人に違いないと、で思ったことと違う発言とか違う行動をすると、人間なんだからさ、好き嫌いあって当たり前だしさ、ダメなところいいところ絶対あるんだよ。なのにこの人はこんな人じゃないって言って、なんつうの、信者みたいな感じ。そう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 。だから俺は囲いは作らない方向で、囲いは嫌いですね。でリスナーの上位概念がファンですね、僕は。ただ見てる人じゃなくて気持ちが入ってる人をファンだと思う。俺かそってた、どれくらいだったかな、最初の1年ぐらいはアクティブ30ぐらいかな、アクティブ30ぐらい。まず最初の一枠は、累計来場が30分間で、累計来場が12とかで、コメントゼロ。ただ、今でも覚えてるのはコメントゼロだったんだけど、30分間ひたすら喋り通したの。ニコ生の場合って今誰が見てるかわからないんですよ。だけど、ずーっと喋ったの。そしたら次枠にコメント来た。さっきの枠ずーっと見てたよって。頑張ってるねって。
で、応援してくれる人が1人目の人ができた。うん。前半心配だったけど、リスナーさんたちに助けられながらなんとかこなしました。それはね、すごくいいこと。あの、リスナーさんたちに助けられる存在っていうのは一番いいことです。マキルさんはどつ、そう、囲いとアンチは一緒、紙一重じゃなくて一緒の存在、うん、だからアンチが俺囲うわって言うでしょ。アンチの人は普通にこれからファンになるわとか、これから見るわって言わないのよ。アンチの人って、あ、これからお前のこと好きだから囲うわっていうの言うでしょ。絶対言うんだよ、アンチの人って。お前のこと囲うって。逆に言ったら、囲いはアンチになるわっていうの普通のリスナーさん言わないから、こんなこと、うん、要はブレまくるのよ。自分の思い通りにならなかったらアンチ、自分の思い通りの人だったら囲い、こういうの相手にしたらダメだよ、うんうん、そうじゃなくて、あ、和道の放送まだかなって、あの、来たら早く行きたいな、そういう人を大事にした方がいい。まあ、アンチで成り立つ方法とかもテクニックであるから、囲いでやる放送とか、だからそこは自分のスタイルと相談しながらだけど、俺は一番自分が楽しめるっていうのは普通に聞いてくれるリスナー、うん、リスナーとファン、うん、和道のことが好きだっていう人、そういう人を作る。リスナーをファンに変えるっていうのが俺の考え方。和道のことを追っかけたいなっていう。だからね、リスナーっていうよりもね、ファンっていうよりもね、俺が欲しいのは多分ウォッチャーなんだと思うよ、うん、和道ウォッチングが好きな人、うんうん、和道ウォッチャーを増やしたいね、うん、あと大事なことは、リスナーさんにどれだけ隠し事をしないで生きていけるかじゃん、うん、どれだけ全部をネタに変えていけるかだと思う。ジョン・レノンに見えてきた、ストロベリーフィールズフォーエバー、なんだろうそれ、ストロベリーフィールズフォーエバーって。初見さんいらっしゃい、サソリンさん。おお、機材は大手の人だ、サソリンさんって言うんだ、すごいよね。俺よく見てるんだよ、機材すごいのよ。マルチモニターで、あの、こういうああああとか、こういうエフェクトとかもすごいし、パソコン超金かけてて、カメラとかもすごいよ、この人。本当に機材だけは大手じゃないよ見たこと、何回か覗いたことありますよ。どうもどうも。今ね、あの、僕が今まで培ってきた配信者としてのノウハウをシェアしてるところですね。もし質問とかあったら何でも聞いてください。盗んでいってください。配信スタイルってどんどん変えていくものなんですか？変わっていくのが普通だと思う。あのね、一番、あの、進化っていう言葉あるでしょ。みんな進化したいわけですよ。配信者として上に行くことを進化って言うんだけど、進化の反対語って退化だと思ってる人一番多いじゃん。違うの。進化と退化ってセットなんですよ。変化することだから。進化と退化はセットなんです。だからどっかが退化してどっかが進化してんの。そのバランスを変えてるだけなんですよ。これよく覚えておいて。じゃあ、進化とか退化の反対語って何なのかっていうと、無変化が一番怖いの。要は何も変わらないから、みんな頭でこねくり回してるけど同じことやってる、無変化ばっかりやってるから、あの、成長がないの。そう、だから、あの、配信スタイルが変わらない人っていうのは現状維持しかできないよ。逆に大手になったりとかしたら現状維持が難しくなってくの。もうノウハウもいるしファンもいるわけだから、どれだけ現状維持していくかが勝負になってくけど、成長の過程とか、過疎から中堅大手って上がっていく場合、有名になっていく場合っていうのは変化をし続けないとダメだよ。で、あの、もうこの配信者、例えば過疎ナム主に限ってはパッて初見で見た段階で5分見たら、こいつ伸びるこいつ伸びないって絶対わかる。で、俺が伸びるって配信者は絶対伸びてる。アクティブ100以上全員言ってる、あ、この子伸びるわって。そう、現状維持が一番ダメ。
今やってるひよこイベントすごくいいですね。ああ、あれいい、いいイベントだよね。新規の配信者をね呼び込んでて、配信スタイルはね、いろいろ最初の頃やるべきだと思うよ。でみんなね、スタイルっていうのは日本語で言うと型なんですよ。みんな我流の型を持ちたがるの。俺は俺みたいな型が欲しいわけじゃん。でもね、我流とかあの型っていうのは、あの型破りなことをみんなやりたがってんの。要は基本を崩して、俺はこうだぜ、強えだろっていうのをやりたいじゃん。ボクシングとか何でもそうなんだけど、基礎のこと型っていうでしょ。で、あのね、型破りなことをやってるつもりでも、周りから見たらただの型なしなんですよ。ただの型なし。要は下手くそなんですよ。でしょ？もう俺は俺はってやってるやつってさ、初心者でさ、基本のコメント返しであったりとか、喋りとか、カメラワークとか全部できてないの。で、型破りだと思ってんの。違うの、ただの型なしなのよ。だから、配信にも実はボクシングのジャブとかと一緒で、あの、ちゃんとコメントを一言一言返すとか、あの、セットを組むとか、いろんなテクニックがあるの。カメラの角度はこうとか、機材はこういう風にしようとか。例えばよくあるのが、こうやってやってみようか。あ、みんないらっしゃい。こんにちは。あ、和道です。あ、よろしくお願いします。僕は配信3ヶ月目なんですけどって。音が小さいだけでこんだけ聞き取りづらいんだよ。もうこれでブラウザバックだよ。これ本当にブラウザバックの対象。みんな思ったでしょ今。あ、こういう配信者いるって。逆に、こういう風に音が割れてたらすごい嫌でしょ。耳痛い、耳痛いってなるでしょ。だから実は音ってすごく大事なんだよ。どれくらいのバランスでやるとか。逆に、怒ってる時はボリューム上げるっていうテクニックあんの。うなちゃんがよくやるんだけど、てめえこの野郎、おめえふざけんじゃねえよ、おい、やってやるよ、おいって、バカ野郎、ガッチャガチャにしてやっからよ。これよくやるでしょ。これは実はテクニックの、割れるぐらいやると臨場感が出る。要は炎上させたい時とか盛り上げたい時っていうのは、わざとマイク近づけるっていうテクニックなんですよ。こうすると事件性とかハプニング性を演出できるの。そう。だから盛り上がってる時ってマイク割れてるイメージない。盛り上がってる時には。だから機材を揃えるのも大事なんだけど、機材を使いこなせてるかどうかなんだよ。その機材を。自分、音にはものすごい気使ってます。流す音楽も、DSD 音源のみという。だけど、それをリスナーさんが求めてるかが大事ですよ。要はね、一番大事なのはリスナーさんを喜ばせることであって、なんて言うんだろう。俺も機材かなり金かけてる方なんですよ。まあ、機材は大手さんよりも全然金かけてないけど、かなり、整えてる方って言ったらいいのかな。音質もいいはずだし、映像も綺麗なはずだし、キャプチャーとか画像とかいろんなことできるんですよ。だけど、それを極めたところで、リスナーさんが喜ぶのかって言ったら絶対違うんですよ。そう。機材がダメでもできることがある。そこは全然大事だと思うよ。例えば、15分以内にアクティブ200にするとか、やれって言われたらできるのよ。例えば今150人しかいないけど、50人増やすテクニックとかもあるの。実際に。ただ、その増やすテクニックと、その、リスナーさんが次もまた見たいなって思うテクニックはまた別で、一番大事なのはまた来よっていう気にさせること。この人の放送また見たいって思ったら勝ち。それを延々と繰り返せる人っていうのが大手。そう。それがフォローって意味だからね。だからフォロワーの数っていうのは力なんですよ。新しいフォロワーさんありがとう。コロマルさん、サソリンさん、フォローありがとうございます。で、これはね、インターネットで、そう、昔からブログ書いてる人とかはね、すごい理解してると思う。何を話したらリスナーさんの役に立てるのか、何をしたら喜んでもらえるのかっていう。一番簡単なのは How to。 How to です、要はインターネットって何が一番検索されるかっていうと、これをやりたいんだけどやり方がわからないっていう時に一番検索をするんですよ。料理を作りたい、ゆで卵作りたいけど作り方がわからないとか、
例えば音のいい機材を買いたいんだけど、どれを買ったらいいかわからない。だからレビューもそれの派生のジャンルで一番多いジャンルなんだけど、一番いいのは自分のその人の役に立てる情報って絶対みんな持ってるから、例えばレクチだったらギターを初心者の人に教えるっていう配信だったらギター好きを集めることができるんですよ。でしょ。だからうなちゃんマンのその手数が多いのは実はね、あれはちゃんとテクニカルにやってるんですよ。なんで大手になれるかっていうと、情報量をばらまく、要は釣りのファンとかバイクのファンとか犬のファンとか全部その網を張ってるので、そっから来てくれた人を自分のファンに変えるっていう能力を持ってるので、ちゃんまんっていうのはすごく話題作りっていうのがうまかったんだよ。初見さん、お姉さんいらっしゃい、ありがとうございます。コメント楽しんでってください。面白かったらフォローしてください。あとはリスナーさんに自分がしてほしいことを常に訴えかけるっていうのが重要。でリスナーさんがしてもらいたいなって思ったことに耳を傾けて、できることはそれに応えていくっていうのがめちゃめちゃ重要ですね。それができるかどうかでだいぶ変わると思う。で有名になることと大手は違うから、みんなねここごっちゃにしてるんだけど、俺ふわっちで大手配信者ってよく言われるようになったんだけど、俺はね厳密に言うと大手配信者ではないんですよ。実力で言ったら中堅の上位ぐらいなの。準大手にもいかないぐらい、中堅のトップぐらいだと思ってください。で有名度で言ったら多分大手クラスに有名です。要はね、名前が通ってるのと大手かっていうのは別の問題なんですよ。大手っていうのはね、閲覧数が多い人、簡単に言うとね、アクティブ、そうだな、1000以上はないときついと思うよ。ニコ生で言ったら立ち見が出るぐらいとか、キャスでも30番以内に入る、25番以内かな、トップ。放送やったらトップ上位にいるぐらい、仮想時間帯だったらトップ5に入るぐらいじゃないと大手にはならない。それが大手ね。俺は大手を目指してるんですよ今。花粉がひどいな今日。便所太郎さんは大手に最も近いと思うよ。有名度で言ったら一番有名だけど、便所太郎さんは俺より実力はるか上だからね。それでも俺、便所さんは今回の企画で化け物に変わると思ってる。要はね、イベンターとしての能力とか企画力が高いから、よっさんずっとふわっちやってるよ。今トップよっさんだよ。アクティブ2000超えてるからね。そう、さっきも話したんだけど、よっさん絶対来るよっていう予言をしてたの俺、レクチ。で、さっきもコメントあったけど、和道の言う通りだったわ、つって。ニコ生がバンになって絶対来る。で、ふわっちにいつく。うまみを知る。毎日やる。で、ふわっちにいつの間にかメインになってるっていう。石野の放送はね、アイテムをしないとコメント読まないっていうスタイルだね。こういう時に引き合い出されるっていうのがまさに有名配信者の特権ですよ。有名配信者の特権。そう、それはね、もうずっと予言してたの。よっさん来るよって。で、よっさんが来たら、ふわっちっていうのは爆発的にブレイクするよって。で、俺の読みだと、もう、ふわっちが、ツイキャスを超える条件できたんだよ。ニコ生とふわっちは、ツイキャスは超えます。この2年以内絶対超える。中堅はアクティブ100から200ぐらいのことを中堅って言うんじゃないかな。たださっきも言ったんだけど、ただアクティブがあればいいって問題じゃないの。例えば FX の配信者の人ってアクティブ500とか200とか行くんですよ。ただフォロワーの数少ないでしょ。これ何かっていうと、 FX を見に行ってるのであって、その人じゃなくてもいいんですよ。要は FX をやってる人が暇つぶしで見てて、その人のチャートの癖とかが見たいだけだから、コンテンツが FX の方に行ってるの。
だからこの人の FX が見たいって思わないとダメなの。これね、関慎吾が言ってて、あの本当にその通りで、この人はやっぱキャリアあるから分かってるなって、さすがレジェンドだなと思ったんだけど、俺は FX で人増やしたけど、 FX やめても同じ数がキープできてると。だけど今いる FX 配信者の人っていうのは、 FX やめた時に閲覧どうなるのかっていう問題があるんだよっていう。これは FX を見に来てるんじゃなくて、関慎吾の場合は俺を見に来てくれてるからなんだっていう、ここが雑談の強いところ。うん、3ヶ月半知ってる知ってる。うん、どうだろうね。俺はね、誰かと競うのがあんまり意味ないと思ってて、例えば俺がうなちゃんマン超えるとか言っても意味ないし、例えば仮想生主の人が俺を超えるっていうのも意味がないことだと思ってて、一番大事なのは昨日の自分とか1ヶ月前の自分とか1年前の自分よりもどれだけのファンがいるか、どれだけのリスナーさんがいるかだと思ってる。おい、ゴンタ花火ありがとう。うん、A 番じゃなくなったね。新安にいらっしゃい。予算はね、夜の11時ぐらいにやることが多いかな。1時間ぐらいだね、毎回。よし、あ、ごめんね、ほんとすいません。鼻悪いっすね。いや別に俺仲悪いと思ってないけど、全然連絡取ってないですね。うん、ただコメント打ったけどコメントスルーされちゃって、うん、だから自分がコンテンツなのかどうかだよ、重要なのは。俺だって FX 配信やったら FX のこと何にも分かんないけれども、多分閲覧500いくなっていう、300超えるでしょ、500ぐらいいくと思うよ俺 FX 始めたら。ただフォロワーが爆発的に増えるかって言ったら自信ないね。うん、閲覧は増えると思うけど。スンゴはうまいよ、キャラクターがだってすごいしっかりしてるもん。格上ですよ関慎吾さんは。関慎吾とこの前スカイプで、あの関さんの枠でちょっとあの20分ぐらい話初絡みさせてもらって、すごいいい人だよ。なんで孫子は仲悪いの？ちょっとね、あの仲悪くないんだけど、俺はもう付き合えないなと思ってるね、孫子は。うん、コメントスルーされたとか受ける、あいつやっぱりなんか違うよ。あ、違くて、だからあのアイテムをくれた人にだけコメントを返すっていうスタイルらしいよ今は。だアイテムくれない人には読まないんだって。花粉症じゃないんですよ、ハウスダストなんですよ、慢性鼻炎ですね。今日調子悪い、鼻がすっごい調子悪いっす。石のふわっちやってるの？ずっとやってるよ。もう2週間ぐらい経つんじゃないかな。やってるやってる。ただもう一言も喋ってない。昨日一言喋ったぐらいじゃん、昨日初めて。うん、2週間ずっと黙っててアクティブ2とかになってたね。うん、ただまあなんかまあ彼らしいなとは思ってるけど、うん、今もやってるんだ。うん、まあ頑張ってほしいよね、面白い男だから。仕事は配信ですか？そうですね、シスさんいらっしゃい、仕事は配信ですね、はい、プロ配信者です。まさかトイストーリーに出て、誰がミスターポテトヘッドだよ、顔バラバラにならねえわ。ふわっち運営もニコ生配信者取り込もうと DM 頑張ってる。そうだよ、うん、だからいろんな有名配信者にふわっちでやってくれませんかって、すごい偉いと思うよ。そんなことやってる配信者ないもん。紙一重いらっしゃい。うん、なミスターポテトヘッドじゃねえわ、うん、もうニコニコに戻るつもりはない。やってもいいかなって思い始めてるけどね、
ただ、新規のリスナーとか、もともとフォローしてた人を取りに行く作業なだけなんだよ。向こうで新しいリスナーゲットしようっていう気はなくて、あ、ワドどこ行ってたのって。しばらく見ないから探してたよっていう人を取りに行こうと思ったんだけど、でもある程度ふわっちやったら上位にいるし、最近ニコニコリスナーが予算とかのおかげで、ふわっちに来るようになってるから、なんか、ニコニコの昔の人が、こう入ってきてるんだよ。やる必要あんのかなとは思うけどね。うん。カエルさんはどつ？うん。変身、いい振りありがとう。ハウスダスト辛いですね、って。自閉症ではない。あ、ちょっと自閉症気味ではあるかもしれないけど、自閉症ではないですね。うん。AWOいらっしゃい。みんなニコ生やめてきてますね。俺はやめたタイミングすごい良かったなと思って。それでふわっちで結構いいポジション取れたから。ありがたかった。うん。あ、これこのサイト伸びるなって分かったから。もうちょい早くやってたらね、今2000人ぐらい行ってたかもしれないけど、フォロワーが。まあでも、俺はふわっち来てから、ほんと配信良くなったんで。鼻を取り替えましょうか。一緒のたまに喋るときはたくさん喋るけど、和道ネタ言うと黙る。違う、紙一重さん。アイテムをくれた人だけ喋るっていうスタイルなんだって。今日トレーニングやりますよ。みゆきちさん。やります。ゴンタさんいらっしゃ、あ、ゴンタありがとう、バーガー。ありがとうね。アイテムありがとう。ちょっと今月、苦しいんで、アイテム応援してもらえると非常に助かります。ありがとうございます。3月やばいよ、売り上げが。ぜひ応援したい。うん。トレーニングやるとアイテム減りますか？もうだってこのトレーニング配信始めたからアイテム激減だもん。先月25万の売り上げだったけど、今月15万いくかいかないかじゃん。半分ぐらいだよ。だから配信者としては、このイベントの練習をすればするほど、ダメ。もともと雑談配信者だから、俺の雑談聞きたい人が多いんだよ。だからね、ちょっと苦しいなと思ってるけど、でも俺は、それは6月10日に勝ったり負けたりとか、いい試合したら全部返ってくると思ってるから、ワド頑張ったじゃん、つって。こういうのもありだったねって言ってくれると思ってるから頑張ってる。レクチャーハートありがとう。ヒゲホワイルド。そう。アツシさん、バーガーありがとうございます。やっぱ配信するなら声出しは必須だよな。声とか映像とかにこだわらなくていいと思うけど、一番大事なのは笑わせられるかとか、画面の向こう側にいる人の喜怒哀楽を動かせるかだと思ってる。それができるのであれば、顔出す必要ないし、声出す必要もない。カチ花火ありがとう。閲覧数とね、アイテムの数は別。比例しない。うん。それはね、なんだろ、金梅さんも苦戦してたし、アイラがそれを証明したよね。要は、閲覧20とかの人たちばっかりなんだよ。100万以上稼いでる人って。だからね、そこはね、また別。うん。あ、練習ありがとうございます。中国4000年の鎮財さんありがとうございます。うん、気をつけます。うん。それはね、ふわっちの面白いところだよ。閲覧が多ければ多いほどアイテムがもらえるとは限らないんですよ。逆にね、そこの法則は崩れてる。まあ、有利は有利だけどね。アイテムは太い。そう。太客がいるかどうかなんですよ。うん。そこ。スポンサーだっていう人。俺は和道の面倒を見るし、こいつを育てるっていう気概のあるね、太いリスナーさんがいないとね。うん。あれ、同じ人がアイテム投げてる。ん？あれってなんだろう。タンパクさんいらっしゃい。うん。ツイッター見たら離婚されたんですか？離婚してないよ。うん。彼女と一緒だよ。うん。豚の貯金箱は俺出したことないけど、雑談系は勝っても負けてもコメント降りてくるだろうから収穫は多いかもね。雑談系の面白いところは自分自身がコンテンツだから、ぶっちゃけた話、寝てるだけでも、一度ファンになってもらえたら寝てるだけでも、飯食ってても、要はゲームやっててもカラオケ行ってても何やっても見てくれるっていうのが一番でかいところだよね。うん。そこがいいところ。うん。最近のんたん見なくて寂しい。のんたん映らないかもしれないよね。匿名のこと？なんだろう？匿名って。
テルジャンピン最近練習サボってるらしいね。やる気ないんじゃないかな、わかんないけど。別にいいんじゃん。練習しなくても俺はいいと思ってるから。俺はただ自分が練習したいからやってるだけで、他人に強要は絶対しないですね。だって練習しなくても勝てばいいんだもん。でしょ。強いやつは勝つんだから。で、勝った方が正義だから、うん。急に何かあったんですか。いや別に何もないよ。あの別れ話の配信何やったん。あれはだから俺の集大成だよ。いつでも笑わせられるよっていう、うん、そう、いつでもアドリブでトークで笑わせることできるからねっていうのを久々に見せたんだよ。面白い放送なんかできるからっていう配信者のちょっと欲張りなところで。のんたんとソウルメイトですよね。のんたんは俺の嫁さんだからね、パートナーです、うん、面白かったでしょ。のんたんのアドリブ力がすごかったよね。こいつできるなと思って、俺生主やりなよって思ったもん。俺より面白いよっていう。テルは反射神経いいからね、うん、だから多分逃げられると思うんだよね。パンチとかカウンター打ってくるだろうね。そう、テクニック的なカウンターじゃなくて瞬発力とか体のバネとか使ってパンって打ってくると思うよ。俺にはそれないから気をつけないとね。ガード上げたりとか、うん、んーとね、ツイッターし、ツイートしてる日付を見ないとダメだと思うよ。あー、どうもどうも、福山商店さんいらっしゃい。もしよかったらフォローしてください。あー、ありがとうございます。いいっすよ、面白かったらでいいっすよ。アイテムはありがとう。すいません、初見さんなのに。バーガーラッシュありがとうございます。ヤスさん、鼻がサーモングラフの暖かいところみたいな。ちょっとね、あのティッシュで、あの今日鼻かみまくってて花粉がすごくて。バガーいっぱいありがとう。すいません、なんか可愛がっていただいてありがとうございます。え、新しいフォロワーさん、お姉さん、リンゴッペさん、コロマルさん、サソリンさん、フォローありがとう、ありがとうございます。ねえ、鼻真っ赤だよね。サンタじゃないでしょ、トナカイでしょ。真っ赤なお花はトナカイだからね、サンタじゃないから。ピーカブースタイルで頭を振る、タイソンスタイルならカウンターもらいにくい。いやー、それがね、俺は本当はボクシングルールだったらそれやりたかったの。タイソンが一番好きだから。ただなんでそれをできないかっていうと、蹴りがあるから。いや、ピーカブーって体振って、しかもその上体前傾姿勢でしょ。タイソンとかもこういうイメージない。こう、ここの筋肉こうやってやって、こう前かがみでこういくでしょ。これって蹴られたらアウトだから、蹴り放題だよ。これね、ボクシングだからできるスタイルなの。ボクシングでピーカブーの人見たこと、あ、キックボクシングでピーカブーって見たことないでしょ。だからボクシングの、なんつうんだろう、特性を利用したね、スタイルなんだよ。うん、いや、全然ね、負けるか勝つかはさ、みんなの予想、それを楽しんでもらいたいから。うん、そう。だって最初なんかね、ずーっと負ける負けるって言われてたもんね、トレーニングする前では。今こそワード絶対勝つだろうって言われてるけど、あの最初やるときなんかもうパンチなんか打てなくてさ、ワド絶対負けだわって言われてたよ。練習してるのワドとヒカルさんだけですよね。うん、いいんじゃん、別に練習しなくていいと思うよ。うん、試合頑張るよ。ヤスさんありがとう。もしよかったらね、毎日新宿の中央公園で練習してるんで、あのスパーリングとか見学とか来てもらえると嬉しいです。あとドレさんが、あのリスナーさんでも格闘経験未経験者の人でも、あの見学であったり応援であったりとか、あと俺も一緒に習いたいって、ワドと一緒に走ったりとかミットやりたいっていう人募集してるから、ウェルカムですよ。いつでも来てください。もしあの練習に参加したい人は、あの僕に DM とか LINE ください。ヒカルくんバネあるね。ヒカルくんすごい。ヒカルくんはあれだよ、もともとキックの大会も出たことあるし、ちょっとやってたみたいよ。うん、ヒカルくんすごいね。ねえ、すごいよね。強いよ。ヒカルくんは強い。喧嘩慣れもしてるしね。新宿の中央公園ですね。今日もやりますよ、夜中に。うん、昨日便所の方、あ、俺結構いろんなところ見るよ。あの、鮫島さんとね、なんか、わー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 、ヒカルくんがどうのこうので、鮫島さんが乗り込むっていうこと言ってて、あ、どうしたんだろうと思って。まあ、挨拶だけね。ドレさんはね、みやびさんって言って、キックボクシングやってる人と戦います。みやびさんです。3発ぐらい、泣けるっていうか悔しいよね。うん。
やっぱり悔しいっすよ。あの練習でも悔しいもん。ドレさんに一発もパンチ当たんないとか。鮫島さんは出ないんじゃないかな。今回一応このメンツで決まってるから、ポスターの内容で。次回は出るんじゃない？わかんない。なんかスペシャル枠みたいな感じで枠設けるとか。その辺便所太郎さんだから、俺に権限ないから、俺の企画じゃないから、それは便所さんに聞いて。でも俺鮫島さんね、すごい好きだから、カズマさん来るんだったら嬉しいなと思うけど、うん、俺は和道さんに勝ってほしいので。ありがとう嬉しいですね。やっぱ応援してもらえると嬉しいですよ。でやっぱね、それぞれのファンがいるから、俺テルチャンピンのファンだったらテルチャンピン勝ってって応援していいよって全然言ってるから。俺のリスナーさんでもさ、関係ないじゃんそこは。ただ俺は勝ちたいっすよ、やっぱ弱者代表として、うん、アスペ代表として戦いますから。俺は精神障害者の希望になりたいんだよ、うん、精神障害者でも頑張ったらできるとか、生活保護でも頑張ったらできるとか、虐待とか親が離婚しててもやったら人間変われるんだっていう証明をしたいの、うん、パルパルキャンセルしそう。あーダメだね、うん、ヘタレだね、うん、なんか見てる人に勇気与えられたらいいなと思ってて、あ、おっさんでも頑張れば勝てるんだ若いやつにっていう、それを証明したいんですよ。金梅さんやる気だよ、うん、ただ寝坊はするかもって言ってたから、ヒカルくんが前日泊まるって言ってたね。ヒカルくんが止まって起こしていくらしいよ。てかね、多分ね、緊張して前日寝れないと思うよ。俺多分寝れないと思うもん、うん、毎日夢でもね、テルと戦ってる夢見るし、テルと殴り合ってんだよ夢の中で。で練習がうまくいかない日とかやっぱ悔しくて寝れなかったりとかもする日もあるし、うん、だから青山の気持ちわかるよ。その練習に対する怖さっていうか、要はね、相手が練習すればするほど嫌なんだよ、うん、俺だから青山が練習しなければしないほど気持ちが楽だもん。もっと練習しよう、もっと練習しようって思う、うん、パルパルシークレットはねちょっと萎えたよね、うん、ネオさんいらっしゃい。だからまあなんだろう、俺がこの放送でなんでトレーニングしてるかっていうのは、弱いやつとかが本気でやったらどこまでできるんだっていうのを知りたいわけじゃん。でみんなさ、強い人の試合見たいんだったらキックボクシングの試合、プロの会場5000円以内で見れるんだから見に行けばいいし、 K1 とかも5000円で見れるんだから見に行けばいいじゃん。そうじゃなくて、パソコンの前で雑談やってるやつがね、体動かしてないおっさんがどれだけできるのかが見たいのが今回の大会のミソっていうのが俺の判断だから。俺が出るからじゃなくて、例えば弱っちいおっさんとかがいるとするんじゃん。そしたら俺その人を見てみたいの。その人がずっと練習してたら3ヶ月でどれだけ変わるんだろうっていう。だからそれをね、やる人がいないから俺がやるって思ってるだけよ。別に誰かがやってくれるのは俺出なくていいんだから。メインはね、便所太郎さんですよ。ミミミさん、便所太郎さん。仮に負けたとして練習しなかったもんって開き直るのは見たくないもんな。負けるか勝つかは神様が決めることだけど、勝つために努力してなかったら誰も認めてくれないっていうのが俺の考え方だね、うん、別に努力しろとは言わないけど、別に勝てばいいんだから。ただその勝つ気がなくて試合会場に出るっていうのは相手に失礼だと思うよ、うん、俺はテルチャンピン殺す気でやってるから本当に。その比喩表現じゃなくて、リングの上に行ったら選手と選手の殺し合いだと思ってるから、俺は相手を殺すつもりで殴るっていうのを決めてるね。うん、便所さん強いよ。だってもともと総合格闘家だもん。選手が全員前日にふわっちで放送してる光景を思うと、じゃあみんな放送するだろうね。でももう煽り合いだろうね、うん、前日はキャストふわっちでバンバン煽り合いだろうね。でニコ生とかでも便乗する枠とかどんどん出るだろうね。前日はお祭りだと思うよ本当に。前日当日はで、金梅さんは酒飲んでウェーとか言ってんだろうね。勝てるに決まってんだろ、うぇーバカかセブン、うぇーとか言ってんでしょ酒飲みながら。
超楽しみだよね。配信者の変化を見たいと思う、台本じゃないっていう点にみんな魅力感じる。台本あったなら3週間練習しないでしょ。うん、ヒカルくんとかのトレーニング見て台本ないのがよくわかるはずなの。うん、だって俺ズボラじゃん、自分でズボラだもん。ただやるときやるタイプだから、普通のどうでもいいことは絶対やらないもん。ただやるって決めたらやるから。俺は便所足悪い、そこ狙ってくる。まあ狙うだろう。あ、違う、だからキックボクシングルールじゃないよ。便所太郎さんは、便所太郎さんだけボクシングだよ。足殴れない。うん、ポンスケは誰と、ポンスケさんが便所太郎さんとやるボクシングルール、この二人は。だからにわかに便所太郎さんのアンチが言ってるのが、なんか体格差がどうこう言ってるけど、お前が一番体格差ある相手選んでるよなっていうのも笑うんだよ。あれ、ポンスケとお前体格差一番あんのお前じゃんって言われてんのと、あとなんかルール無用とか言いながら、なんでお前だけボクシングなんだよって、足かばってるだろうっていうさ。俺は思ってないよ。俺は全然便所太郎さんに全然そういうアンチとかないけど、そのアンチの言い方が面白くて、最初言い方だったしなとか言って、そう、なんか言ってることとやってることが一番違うのが便所太郎だろうみたいな言い分をしてる奴らがいて、ちょっと面白いなと思って、うん、こんばんは、ゆめさん、あの風船ありがとう、こんばんは。うん、あ、金梅さん今酒飲めないか。うん、ポンスケさんは強いんじゃないかな、ガタいいよ。うん、2回会ったことあるけど、うん、気持ちも強いよ。で、飲み会で放送回ってなかったけど、便所太郎さんが練習してなくて、本気でやるよっつって。本気で俺、ぶん殴るよっつって。大丈夫なのっつって。体重落とせよって言ってたよ。気強いよ。俺本気で殺すからねって。うん。全然やる気満々だよ、ポンスケさん。うん。大丈夫みたいな。大丈夫だよみたいな。面白かったよ、その楽屋トークみたいな。ドレさん、金梅さん、ヒカルくん、俺、ポンスケ、便所太郎か。6人で飲んで。あとリスナーさん2人いたんだけど。うん。結構本気でやってますね。うん。で、本当に、その、何？実際、セミプロみたいな人はドレさんとか便所太郎さんじゃん。そのリングを知ってるっていうか、格闘技に精通してるから。だからその原料区とかよく語ってたけど、勉強になったね。うん、ポンスケ29、あ、結構いってるんだ。俺もっと若いと思った、ヒカルくんぐらいだと思ったわ、ポンスケさん。へえ、へえ、29なんだ、知らなかったわ。パルパル動けんのかな。いやー知らない、他人のことは分かんないし興味ないよね。パルパルは俺から逃げたとしか言えないから。さとみさん、ダークホース、さとみ、いや分かんないけど、他人の試合分かんないよ。ゆいがさんビビって逃げましたね。はい、正解です。寒いアンチ多いと寒いけど、米センスあるアンチ多いと逆に面白くなるって不思議だよね。あの、それはね、コメントアンチじゃなくてコメント職人ですね。うん、あの、米センスある人は本当に米センス高いから、皮肉がうまいだけなんだよ。で、バカなアンチ、寒いアンチっていうのは人格否定だけするんだよ。だから何にも面白くない。小学生でも言えるじゃん。小学生みたいなコメント打つやつは面白くないけど、ひねってくるやつは面白いよ。うん、Kラッシュとか K1 出れんの？いや出れないと思いますね。 Kラッシュが分かんないけど、それとは関係ないと思うよ。俺らは格闘家じゃないですから、梅田さん。うん、なんか誤解されてて、お前ボクサーのくせにタバコ吸うなよとかコメント打たれるんだけど、俺びっくりするの、俺ボクサーなのと思って。最近だから練習枠すると、おいお前格闘技語んなよって言われるんだけど、俺格闘技全然語ってないの。シャドーボクシングを配信で流してたらめちゃめちゃ言われるんだよ。俺いつから格闘家になったんだろうとか思ってすごい笑うんだよ。なんかね、その格闘家に対するヤジみたいな、いやいやいや違う違うみたいな。うん、うん、のぞみと桃襟の試合、うん、
ワドはパルパルのこと嫌いだよな。だって俺この大会出るときに誰指名するって言ってパルパル指名したんだもん。うん。ヒカルくん何歳なんだろうね。うん。職業ワドだからでいいね。職業はまあプロ配信者名乗ってるけど。チケットはね、うん、先行販売は1分で完売。300席用意されてて、あの先行販売、要は手売りのチケットを100枚用意したのかな、便所太郎さん。約3分の1だったと思うんだけど、1分で完売した。だから多分、ソールドアウトするんじゃないかなっていうのが俺の読み。うん。来る予定の人ちょっと手挙げて。このイベント、チケット購入して来るっていう予定の人手挙げてください。多分ね、俺のリスナーで10人ぐらいとか手挙がるんだったら完売すると思うんですよ。予定で来る人。もしくは来ようかなと思ってる人。10人いるかな？どうだろう。レクチ1位でしょ？うん。いないかな？ここで10人は、どうなんだろうね。あ、お姉さんも来るんだ。ぜひぜひ、見届けてください。うん、あ、タツニキも来るんだ。結構、面白いかもね。うん。10人いかないかな？ 3 人、うん。こんなもんか。だって石川紀之とかさ、ナーボー新八丁とかさ、ルルピララピとか見たい人いっぱいいるじゃん。金映えさんとか。超大手がいっぱいいるわけだから、売れるっしょ。便所太郎さんもね、来るわけだし。はい、ワード2。バタフライテールさんいらっしゃい。バレーニョさんも来るんだ。あと、ノンタンとタクミさん来るでしょ。1、2、3、4、5、6か。6、うん、どうだろうね。俺はチケット売らなくてもいいよって言われてるから、ノルマとかないのがすごい楽ですね、うん、風船ありがとう。バタフライテールさん、金梅が配信者的には一番大手。俺は大手で一番ってあんまり意味がないと思ってて、それって好きな配信者を言ってるだけだから、結局俺はこの人が一番好きっていうだけで、これこれとかさ、石川紀之とか金梅とかよっさんとかいろんな人がいるじゃん。で、数が多いとかどうのこうのっていうのは変動するもんだから、だからあんまりその1番2番とかあんま意味ないのかなと思っててるかな、うん、閲覧はこの人が1番とかいう言い方だったらあるけど、大手って抽象的な概念だから、うん、同じく配信見て応援します、ありがとう。第2回、第3回あるんなら行ってみたいな。もうやる気は満々だね。このイベントが成功したら第2回第3回やろうって言ってるから、この第1回がこけるか成功するかで次やれるかどうか、要はスポンサーさん、要は実績ができるとスポンサーさん集まりやすいから、うん、まあ閲覧数で言えばこれこれのりさんだろうね。マミリーいらっしゃい、うん、大阪だからだったら来るのきついね、ちょっとね。でも大阪から来たいって言ってる女性リスナーさんとかいたけどね、私行くよみたいな2人ぐらいいた、地方からもう遠出するって言って、うん、みどりさんそうだね、うん、俺別に金梅さんが減らるとは思ってないけど、金梅さんはもう気違い配信やらせたら神だと思ってる。抜群にうまい。もうそのジャンルでは誰も勝てないと思ってるね、うん、第2弾があるなら柴田とかにも出てほしい。柴田のねギャラが40万だったから、今回実はオファーかけたんですよ、便所さん。で、柴田に言われたのが出場料が40万だって。だからちょっと第2回実は柴田呼ぼうとしてるね。ただ今回のイベント成功しない限り、40万を捻出するためにチケットを一番格安に抑えてあんの。第2回から高くなるんですよ。鼻赤いんだよ、ちょっと。鼻炎で。勝てるか勝てないか分かんないですけど、勝つつもりでやってますね。日の丸さんありがとう、来てくれて。分かんないですよ、やっぱり。うん。ただ、俺は負ける気はないです。ただ、勝つか負けるかを決めるのは神様だと思ってますね。ギャラ出ますよ、もちろん。今、ふわっちのケンさん潰されそうに。え、どういうこと？どういうこと？なんかあったの？うん。カズさんこんばんは、うん、ギャラは売り上げによってって言われた、うん、ねえ、だから
中島みゆきのファイトっていう歌があるんだけど、ファイトって知ってる人手を挙げて。中島みゆきのファイトっていう曲があるんだけど、すごい名曲で、それをいつも歌いながら、頭の中で歌いながら練習してる。うん、中島みゆきのファイトって知ってる？うん、その歌がね大好きなの。勝つか負けるかはそれはわからないっていう歌詞があるの。知ってる？いい曲だよね。あれを頭の中でこう思い浮かべながら、ファイト戦う君の歌をって、戦わない奴らが笑うだろうって頭の中で流しながら練習してる。知ってる？うん、聞いてみて。俺すごい大好きな曲だから。いい曲だよね、中島みゆき。最近の若い子は多分知らない人多いと思うけど、なんだっけな、何で知ったんだろう。確かね、あのカップリング曲で入ってたんだよ。あのね、空と君との間にっていう曲があって、家なき子の主題歌があったんですよ。空と君との間にはっていう曲、それのね B 面で入ってたんだと思う。超いい歌だよ。そう、勝つか負けるかそれはわからない、それでもとにかく戦いの出場通知を握りしめて、あいつは海になりました。ユキが歌ってるね。ジュディ・マリのユキがポカリスエットの CM で1分間アカペラで歌うんですよ、下着姿で。それが超可愛くて、それが俺も知った。ファイト戦う君の歌をって、超可愛いよ。カロリーメイトの CM だったっけ。俺ポカリスエットでユキが歌ってるイメージだな。衝撃を覚えたもん。超いい曲だなって。でユキの曲だと思ってたの。そしたら中島みゆきだったからびっくりしたんだよね。あ、これですか、そういうの。俺丸メガネで小ぶりなものが欲しくていろいろ探したんだけど、これはねアルックっていう、あのメガネ市場の下のブランドで、あの格安メガネってあるじゃん、5000円6000円とかので、アルックっていうところで買いました。でもね、あのそこ丸メガネ結構置いてんだけど、ちょいちょいその型が変わる。ここが鉄になったりとか、これは別光風のプラスチックなんだけど、アルックでね、多分これだと6000円で買えると思うよ。懐かしいよね。トシアンさんいらっしゃい。ずいぶんひげ伸びてワイルドになりましたね。なんかね、ちょっと意識してるのが、今の髪型でどうしようかと思ったのね。もうおっさんだからハゲてくわけですよ。で、奥田民生っぽい感じ。わかる？ちょっと民生を意識してんの、俺は。なんかスーツ着て、ジャケット着て、ちょっとかっこいい、かっこよくこう、ラフな感じで歌うおっちゃん。そう。奥田民生の感じを出したい。歩く行ってみます。マリアさん、ぜひ行ってみて。ネットとかでも調べられるから、ネットで型調べてから行くといいかもしれない。奥田民生、イケメンだからね。男の支持者が多いのかな。女の人でタミオファンあんまりいないよね。最初はアイドルで売り出したんだけど。タミオさんありがとう。個人的に鼻から上見ると松田龍平に似てると思いました。あー、似てないだろう。松田龍平っぽい。この辺切れ長の一重が珍しいからね。切れ長の一重って言って、のんちゃんとはどうなった。どうも思ってないよ、うまくいってますよ。奥田民生の良さ分かんないんだ。結構かっこいいと思うんだけどね。裸眼だと目の前見えてない。この距離でギリギリコメントが見れるぐらいだね、モニターが。乱視なんでボヤボヤなんですよ。目が悪いプラス乱視がひどい。東条英機にそっくりだと思う。めちゃめちゃイケメンじゃん。あ、でもそのおじいちゃんとかおばあちゃん受けがすごいいいね。イケメンだねーって言われる。もうね、80ぐらいのおばあちゃんをメロメロにする顔らしいね。いや、撫で方でさ、着物が似合って、
クゲ顔って言うんだけど、こういうの殿様とか、あのクゲにいそうな顔じゃん。わかる？昔の日本人のイケメンらしいよ。歌舞伎とかの顔だって。歌舞伎役者とかの、うん、セコンドはロハコさんですね。僕のセコンドはいろんなセコンド用意してて、ヒカルくんのセコンドすごいよ。ミノワマンって言ってプロの格闘家だよ。そう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 、源の頼朝にそっくりだって言われたね俺。うん、うん、だから昔の日本人の顔だよ、うん、あ、頑張ります。なるこさんありがとう、ぜひ応援よろしくお願いします、うん、おっさんが頑張ったら勝てるのかっていうおっさんの希望になりたいよね。うちはおっさんリスナー多いから。だってさ、ここにいる人たちみんなさ40代50代でしょ、でしょ、みんな多分3、4、50代がうち多いはずなんだよ。20代の人とか全然いないんだよ。でさ、みんな自分が24歳のスポーツ選手と戦うって言ったら怖いでしょ。 J リーグとかにスカウトされるようなバリバリの瞬発力あるさ、走り込んできた24歳で戦えって言われたら怖いじゃん。でも俺が勝ったらさ、なんかさ、おっさんとしてはさ嬉しくない？なんかやればできるんだみたいな。いや、ご老体だよ。うん、つむつむのジーニー、あ、ジーニーか、ジーニー言われたことあるな。鼻めちゃめちゃ高くて、俺自分より鼻の高い人に出会ったことがない、うん、鼻すごい高いよ、横から見るとわかるけど。わしっぱなって言うんだけど高いでしょ、うん、俺日本人っていうか外人よりも高いと思ってるもん。本当に鼻自分より高いなっていう人に会ったことないね。35だ、うん、昭和天皇どうだろうね。そう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 、東条英機ググった。うん、鼻かりんごっさ、うん、いやー、うちのセコンド優秀ですよ。俺がカンカーンっつってこう1分でセコンドのところにこうはぁはぁって疲れていったら、ワードさん、今のパンチすごく良かったですね。相手はフットワーク軽いのでザブで行きましょう。ちょっと待ってろ、今ワードさんすごい力が湧いてくるから、セコンドアウトってなる。すごい面白くないすごい面白いでしょ、うん、俺はちゃんと配信のこと考えてるから、うん、腹痛いでしょ、うん、絶対面白いよ、うん、いや面白いでしょロハコさんタオルいきなり投げるように吹き込んどく。絶対ダメだよそれは、許さないよ、絶対ダメ。俺あそこ超でかい、うん、あー野間犬さんバカありがとう、うん、うなちゃんマンが復活してたらね、実況枠とか絶対面白いよね。おい光るよバカ、お前ちげえよお前よ、ザブ、あーいいね、おあーでは避けろ、おい違う、バカお前、ああほら見ろ、言った通りだろ、おい、だからよ、セブンのローが来るっつったろ、投げるけやつ解説枠絶対面白いでしょ、うなちゃんマン解説、うん、やってくんねえかな、この日だけ復活してくんねえかな、ラスプーチン並みのチンチンなら誇れる。ラスプーチンっていう人かわかんないな、うん、ないかね。まあでも実況にね、石川紀之入るから絶対面白くなると思うんだよ。そこはもうプロね、プロがいるから、うん、プロがいるんで大丈夫です。 TJ 石川紀之だから。新しいフォロワーさん、マリアンさんフォローありがとう。6月10日は誰でも見に行けるんですか？チケット持ってる人だったら誰でも入れますよ。うん。チケットを購入すれば。3月の残ってるチケットが200枚ぐらいだと思うんですよ。で、3月の23日に記者会見やるんですけど、その日がチケット発売なんで、本当に来る人は多分ね、3月23日の日付変わる時にもうローソンとか張り込んでおかないとね。ローソンとチケットピア。
E プラスとチケットピアか。チケットピアローソンで買えるもんね。これで、あの200席ぐらい残ってるはずなんで、多分売り切れちゃいますよ。あと、最終的に売り切れても立ち見席出すって言ってたね。もし来たい人がいっぱいいるなら。だから最悪、座るところはないけど、立ち見でよかったら入れますよっていうのは、便所太郎さんやるって言ってた。でもね、せっかく同じ料金払うんだったら、席取った方が絶対面白いからね。でも立ち見を視野に入れるぐらい集客が期待されてるって結構すごいと思うよ。うん、ウルジャンマンもう引退してから結構経つよね。半年ぐらい経つんじゃないんだろう、でグローブ取り出すんでしょ。おい、ヒカルが使ってるグローブよ、ダメだよ、俺のグローブはよ、あ、知ってますねつって、あ、本革だから、おい全然ちげえからよ、お前ペリペリとかねえわ、紐だからグローブはよつって、あ、いいだろつって、あつって道具自慢が始まるでしょ、うん、高いよつって、限定品出すんだろ限定品のアイテムをこう部屋に飾っておくだろう、その日は、うん、3万は機材っていうかね、小道具だけならほんと一流品を揃えてあるから小道具のバリエーションほんと半端ねえよ。目に見えるもん、メーカーがどうで、ああとかね、見応えありますよ。ちゃんまん戻ってこねえかな、寂しいよな。暗黒野球の時もすごかった、暗黒野球はすごかったね、いやあれは面白いよ、もう芸風だから、あそこまで行くと。俺あれが大好きなんだよ、包丁の研げなくてトマトのくだり知ってる？すっごい高い包丁をずっと自慢してて、で包丁でトマトを切る配信があるんだけど、すっげえ笑うよ。 YouTube にあるから探してみ、もうほんとうなちゃんマンの動画大好きだよ。だ全部が振りなんだもんそうで、ゲルゲのせいにするんだよね、包丁研いでねえなとか言って、パルパルも戦いますか。パルパルはシークレットマッチで柔道対決でしょ、え、知らないの、レクチ。なんか包丁と自慢して、え、ネタバレしていい、ネタバレしても全然面白いと思うから話すけど、なんか、いやよ、この、おい、いいだろう、めっちゃいいやつだからよ、切れ味やべえぞこれとか言って包丁こうやってやってるので、料理配信の時にトマトを切るんだけど、あ、切れねえな、おい、なんだこれ、あ、ゲルゲ溶いてねえなこの野郎とか言って、トマトをブチュブチュ潰すのよ、その包丁でで、その映像を30秒ぐらい見せられた後に、クッキングの料理人のテレビの V が流れるんだけど、そしたら包丁はですね、あのトマトを切る場合は絶対にそのなんつうの、皮の方から切らないでくださいっつって、あのトマトはひっくり返しますって言って、もう料理の基本中の基本の動画が流れるのっていう、そのそう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 、ハウトゥーみたいなのが、うなちゃんとテレビのプロの料理人との比較がずっと流れる動画なんだけど、めっちゃ面白いよそれ、なんで検索したら出てくるんだろう、うなちゃんマン包丁とか、うなちゃんマントマトとか料理とか出てくるのかな、めちゃめちゃ笑うよこれすごいんだよ本当に。でもう一個下りがあるんだよな、なんだっけな、トマトをその潰していって行くのと、なんだっけな、包丁、なんかとにかくもう料理の基礎ができてない、それが面白いめっちゃ、
全部が振りってすごいよな。こんばんは、ゆみちゃん。こんばんは。楽しんでて。じゃあ一回枠切って、次枠宗教の話とアニメの話どっちでしょうか。宗教の話とアニメの話どっちがいい。どっちやる。宗教枠やろうか。じゃあ宗教枠やりましょう。宗教解説枠やろうか。じゃあ今日は宗教枠やります。じゃあ久々に、またピンボケだな。アニメの方がいいどっちがいい、どっちがいい。コメントが多い方やるよ。宗教治らねえな。ピンボケ治るの、これカメラ買わねえとダメだな。あ、治った、バーガー10個ありがとう。宗教枠にしようか、じゃあ日本人のための宗教言論やります、日本人の宗教言論、アニメ宗教やるよ、じゃあアニメと宗教やろうか、アニメと宗教やろう。アニメと宗教枠やろう両方やるよ。両方やります。割れてるんでどっちもやろう。アニメと宗教を語るときはエヴァンゲリオンがすごいね、テキストとして一番いいんですよ、宗教がいいんだアニメと宗教枠やります。じゃあ皆さんお疲れ様です。トリオツです。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様でした。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんねん、もう